こんにちは。なんか多分夏から投稿してなくて、年が明けてもうまさかの3月半ば。めっちゃ変わったんですよ、生活も。まず家は全然狭いんですけど、ちゃちゃん新しいねベッドが来て、今は洗濯中なので、ここ超ひっぺがしてます。で、クソデカニキビができました。で、ピアスがめっちゃ開きました。もともとロブが1箇所ずつを高校2年生の時に開けてたんですけど、9月にロブ5個にしてからというもの、まだ右耳がロブが5個で、左耳がロブが4個で、左にインダスとアンヘリが開いて、これアンヘリにするじゃなくて、もともとはたってのインダスにしたかったんですけど、ちょっと失敗したのでただのアンヘリになって、で、口もアンヘリが3連と、アウターコンクとヘリックスが3個みたいと、スクランパーとシタピーが開いてます。マジで、あとはいっぱい遊びに行くようになったんですけど、そんなに動画を回してる暇がなかったっていうか、まあ、一応動画のちょくちょこっとしたのが半年分あるので、半年分の総集編みたいなのになります。なんかそうだね、下半期で考えて、あとユニバの年パスも買ったからめっちゃ行ってたし。かわいい。かわいい。出るわ、やばい。リールリール。リールよ。うち押すやん。くられちゃう。漂ってくるデブの音。え、並んでるやん。最高。せーの。あ。てかいつものって感じ。いつものいつ、かんちゃ。これがでかいよ。
器の中に入りたい。めっちゃ可愛いやん。うちらインスタグラムはできるってこれ。お誕生日おめでとう。おめでとう。映らない、映らないけど、めっちゃ雪が降ってます。でも、珍しく、今日はこの雪の中、お休みなので、優雅に過ごします。朝ごはんです。ヨーグルトと、クラムチャウダーと、イングリッシュマフィンと、コーヒー。今から、ティータイムです。あやかさん、ビデオにするとその下がりゆくのバカ思うよ。上下してる。ナポリタン作った。作ってるところ撮ればよかった。じゃん。鼻の頭がね、剥げてきちゃってるの。衣替えじゃない。着替えか、あんたは。